ハハロー YouTube ニハオヨー YouTube リンチです,、えっとですね、今日もですね日中を股にかけた、えー、実はねあのシャツに穴が開いているバイリンガルの僕がですね皆様に中間ニュースをお届けしようと思います。えっとねあのシャツに、まあ、これなんですけどもあのシャツに、ね、あの穴が開いてねあの下の方にちょっと開いてるだけなんですけどもあのどうしようかなってあの思ってね ああじゃあなんかあの海の方行けばいいやって思ってなんか海の方行ってきたわけなんですけどもね、あのーまあ、海の方にいるとなんかシャツに穴が開いててもしょうがねえやみたいなね、えー、そんな雰囲気がねあ,のあるのでねはいえっとですねあの今日の,あの中華ニュースなんですけどもねえっとねなんかな 何が飛んでたかわかんないんですけども、えー、とりあえずねあのカナダと、えー、アメリカの、ね、この境目あたりでですねあの八角形の、えー、UFO が飛んでいたと、えー、UFO っていうのはですね、えー、未確認飛行物体のことをね UFO っていう、えー、わけなんですけども、まあ、要はねあの意味がわからんと、えー、何の飛行物体なのかわからんと動力すらわかんねえのかよっていう話なんですけども、まあ、最近ねあの気球がねあの噂になってるんですけどもあじゃあ気球じゃなかったんかいとでなんかあの八角形とか言ってるんでじゃあねあの何だったのかなみたいなね えー、そんんなな感じになってるんですよね、えー、それに対してですねあのなんか撃ち落としたのかな撃、えー、ち落としてねあの多分カナダの方かなあの、まあ、米軍とカナダ軍が、まあ、一緒にねあの、えー、回収したみたいなねあの話がね、えー、出てるんですよね。で、えー、これでねあのアメリカの方はねあの特にどこの国のものだとは そのね未確認飛行物体がねそもそも未確認ですからねあの飛行物体がねあのどこの国のものだとはあの言っていないという話ですねはいそれでですねあの最近ですねまなぜかねあの中国の方にもあの未確認飛行物体がね飛んできたとかつですねあのな何つうのかな海中ねあの中国の中国とね韓国の間ぐらいにねあの防海っていうあの海があるんですけどもあの まあそこにね、なんか未確認のなんか、なんかほら、入ってきたと、えー、それでですね、あのウェイボーの方ではですね、まあこれ、一,一般市民が、ね、あの勝手に言っていることなんですけども、あのアメリカのなんか原子力、えー、潜水艦だと、えー、そういうふうにね言っているわけなんですよね。えー、っと <laughs>、で多分ね、あそこってね、むちゃくちゃ浅かったと思うんですよ。あのー 平均が多分3 0メートルとかなんかそんな感じだったと思うんですよ。えーね、3 0メートルってね普通にあのダイビングだったらあのアドバンスドっていうねあのまあまあその初,、まあ、初級の,あのオープンウォーターとその次のアドバンスド、えー、取ったら、えー、30m ぐらいまで潜れたのかな。 あのでぐらいの深さなんですよ普通に人間があのちょっと訓練したぐらいで23日訓練したぐらいでね、えー、全然潜っていけるよ関係ないよっていうぐらいの深さなんですよ。 おそらくあのそんなところにあの原子力潜水艦が、ね、あの入っていったらですねどうなるかっていうと、まあ、どっかにぶつかって動けなくなったりとかするんであんまり、ね、そこに原子力潜水艦はないんじゃないかなみたいなね、えー、そんな感じなんですよね。えー、それでですね最近ねあの中国各地であの UFO があの出まくってですよね。あの <laughs> <laughs> なんか楽しいよね。あの ufo があの出まくってるとかね。そういう話はすごくね。楽しいんですけどもね。あのあの法輪功が好きなんですよね。ufo ね、あの実はですね。あの法輪功っていうのはあの元はですね。あの宇宙人を、えー、呼び出す団体だったわけなんですよね <laughs> 彼らはめちゃくちゃ ufo が好きなんですけども。も、えー、ufo がですね。あのシャンドン。 あのシャンロンって山東省と、えー、あとはね深センの方に出てですねあの一般市民がですね、えー、続々とあの写真を撮ってね、えー、いるわけなんですよね。でねおそらくはその高さから言えばねあのなんつうのかなあれ何の写真なのアメリカで撮られたのってめっちゃ高いところなんだよね。 えそれでなんかほぼほぼなんか空しか映ってないんだけども、あのー、その中国国内ね山東と深センで撮られたやつっていうのはね結構低いんですよね結構低いっていうかあの普通になんかあの絵的になんかウルトラマンぐらいの高さのところに、えー、飛んでる感じの写真が、ね、あの出回って、あのー、いるんですけどもねあのそこに何か飛んでこれるあのめっちゃ高いとさあの基本的に手出せないじゃないですか。 えでもほら、ウルトラマンぐらいの高さ、ウルトラマンの高さかゴジラの高さかわかんないんですけども、なんかああいうのってなんかしょっちゅうなんか気がつくとあの身長変わってるんでわ、えー、かんないんですけども、まあまあそこ、なんか100メートルそこらのえ高さにいるわけなんですよね。あの100メートルってさ、あの、なんつうのかな、まだなんか,なんかできるじゃん、こっちから。<laughs> まあだから、本当になんかなんか飛んできてたとしたら、 えー、まあ結構結構な技術だよねということでね、あのーまあ、ひょっとしたらねあの宇宙人が飛んできているのかもしれないという話にもねなってるんですよね。であの最近あの中国のねあの大流行りの,あの小説ね「あのサンティ」ってやるんですけども「サンタイ」って書いて「サンティ」っていう,あのいう、えー、小説があるんですけどもまあまあその中国のネットユーザーがねなんか最近俺なんかこのサン「あのサンティ」をね、えー、見過ぎたのかなと。 まあなんかいろんなことをねみんなであの、えー、想像してしまってるんでしょうね。まあ、だからねあのそんなに低いとこに、えー、来れてるとしたらねなんか結構な技術で、まあ、まあ宇宙人さんななのかも、えー、知れないですね <laughs> なんかそれからなんかものすごくあの高い技術を持った、えー、なんかの飛行物体ということで、まあ、飛行物体ってあの書いてるだけであのなんつうのかな 動力が分かんないんだよね、えー、だから何とも言えないんだけども、えー、っと最近ねあの中国の外交部の、えー、人がですね、えーまあ、アメリカの、えー、飛行物体が、えーまあ、ここ最近なんか10個ぐらい飛んできてると、えー、ということでねあの10個飛んできてたら多分3個目ぐらいであの報道してないといけないような、えー、やめてくださいよみたいなそんなことを言わなくちゃ、えー、いけないような気がしないでもないんですけども あのまあそこまで今までねあの、えー、やらなかったんでしょうねなんか面倒くさかったんでしょうねまあなんかあの最近楽しいですねあのほらえっ、ー、と気球でバトルとかさあの未確認飛行物体ってさその動力ぐらいさあのドローンなのかもう何の動力で飛んでるのかさ、まあ、ひょっとしたらもうタ,タコなのかもしれないよあの糸の切れたタコとかねあのそういった勢いでねあのやってるんだけどもまあ えーまあ、そんな、ね、あのアメリカと、えー、バチバチやってると、まあ、まあ中国国内であの飛んでいるあの未確認、えー、飛行物体がですね、えー、何なのかはいまだ分かんないんですけども、えー、とりあえず、ね、あの中国の,、ねあのえー、海,海事部っていうところがあって、まあ、海関係の事業海関係のところかな。えー、とね 漁んかほら、えー、ショートメールでね何、えー、か見つけたら報告してくださいねと、えー、いうことで、ねまあ、できたら回収してくださいねと、えー、そういうふうに、ね、送ったということであのなんかカナダとかは結構なんか軍隊とかが回収してたと思うんだけども、まあ、まあ中国はあの漁船で頑張ると、えー、そんな感じであの行くということなんですけども、まあ、結局ねあのなんつうのかな、えー、っと何が飛んでるにせろ。 あのまあ、まあ宇宙人かもしれないけそれでなんかやっぱアメリカに振って、えー、アメリカもねあの、まあ、中国に振るってことはねあの最近ねちょっとね、えー、中米の関係がねちょっとあのやっぱ、えー、悪くなってきたのかなと、えーまあ、このここら辺からちょっとあの小競り合いをねあの出していこうかなみたいな、まあ、そんな感じの,、ね、あの空気が見られますね。はい、えー、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それででは皆さんリンーでした Çekim